久しぶりのライブだし2番目だし素敵なバンドさんの後ですごい緊張してるんですけど、3月までギリギリ女子高生なんで女子高生パワーを振りまいていこうと思います。それでは早速2曲目聴いてください。2つの足音。
ございます。そういえばあのと遅いんですけども、年明けて初めてロックインさんでさせてもらうんで、明けましておめでとうございます。すごいですね。続けて聞いてください。続けてじゃない、聞いてください。うん、うさぎちゃん。
ホームページがあるんですけど、はい、ライブはライブ告知はないんですけど、ホームページがあって、ヴィレッジのホームページなんかちょっと変で、トップにメンバーでもない誰でもない誰かがいつも映ってるんで、それ見にでもよかったら遊びに来てください。今日、はい、あ、次でラストになるんですけど、今日は本当に主催者さんの長一さん、ありがとうございました。呼んでくれた金城さんも、そして対バンしてくれたフラーヘッドさん、今から対バンしてくださるさんバンドさん、はい、よろしくお願いします。今日は本当にこんなビレッジを聞いてくれてありがとうございました。最後はちょっと激しめで聞いてください、浮き舟。来ないよ。
Surrender, 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 sur
gonna be shocked yourself if you can't see yourself. Now I wish you. Gotta be shocked yourself if you can't see yourself. Now I wish you. はじめましての方もいると思うんですけど、一番目にさせてもらいます。フルアヘッドと言います。今日暑いんじゃないですか。みんな自分だけですかね、こんなに暑かいってるのは。きつい言うな。じゃあ先にライブ告知をしたいと思います。3月23日金曜日に、名護のバードランドっていうライブ、スタジオじゃないライブ会場でライブします。名護は1年ぶりぐらいにやるんですけど、暇があればよかったら来てください。で、31日にまたロックイン沖縄さんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあもういいですかね。いいですか。Thank you.
ラストスタートです。よろしくお願いします。1曲目のアスリフォーエラ。運命の続きは黒の目。運命の後先に Let's go!
まずは1曲目、エスニックボーイをお届けいたしました。改めまして、ラストスターズと言います。よろしくお願いします。はい、今日の、イベント、ジャック・ルーズさん主催の、今回15回目、はい、ということで初のお呼びでございますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この後もいろいろやってきますので、はい、よろしくお願いします。それじゃあ2曲目、はい、全然ガラッとちょっと雰囲気変えていきたいと思いますので、ね、気分が乗ってきたら一緒に、まあ、体振っていただくといいんで、はい、よろしくお願いします。はい、さっきのね、チャーボーイさんのボーカルさんが言ってた、緊張してるっていうの、すごく今俺も分かりました。はい、ちょっと行きたいと思います。曇り夜空。2曲目、曇り空、とやりましたけど、ちょっとメンバー紹介、しておきたいと思います。ギター、ちょっと今なんか後ろ見てちょっと横見てますが、のりたまイエーイ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もうちょっと拍手いただければさらに嬉しいです。ありがとうございます。ドラムス、カツナリ、ありがとうございます。で、
ちょっと今日のイベント、ちょっとこの場をお借りして、ちょっと紹介しておきたいと思いますが、今日のイベントで、ラストスターズ抜けることになりました。中田くん、はい、今日最後だからね、はい、ちょっと張り切っていきたいと思いますけど、はい、はい、あ、ありがとうございます。小次郎です、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。びっくりした、びっくりした。はい、こんな感じでちょっといろんなの、ね、ちょっと激しいやつでもあれば、こういった静かな曲もやったりしてるバンドなんで、今後ともよろしくお願いします。はい、それじゃあ、今度2曲続けていきますか。2曲続けていきましょうか。はい、ん、はい、じゃあ行きたいと思います。じゃあ、まずは1曲目、行きたいと思いますね。このナンバーから行きましょう。 Walk 君とガンガンがむしろに迷う季節もたくさん仲間を連れて行こう。一歩ずつどんどん地面を踏んで歩いて行きましょう。騙していたって別に気じゃない。そのうち心にいくつもの傷がついても誰かが癒してくれるから、そのうちきっとたくさんの仲間が増えて
けてやるっつったのに。二つ目行きたいと思います。あの子もその子もクラブラック。もう夢も未来も見えない。疲れた顔を見た人がいる。止まらない人生の時より一緒にあの場所へ振り出そうぜ。そこは日頃のうやうや抱えた大人たちの晴れの舞台。日頃のうやうやどこかでしまって二人の写真が浮かぶ場所へ。Go down, have a cuddle, to have a love. 熱い熱い波に揉まれて一度まだ振り一緒にさ、いつまで一緒に踊っている。あの子そのまま一緒にくれくれ。慣れてきたなら今度は一緒に下がれるよ。邪魔をするやつなんていないんだ。選んで大丈夫だから。舞台踊れスーパーはトライトあるけど別だけどね。ここで歌わました。はい、ここでちょっと、インフォメーションちょっとしておきたいと思います。まずは、はい、まずホームページうちらもあります。うちらも変なホームページ変なホームページかどうかちょっと見てもらったら分かるかと思いますけど、はい、ね、Yahoo の検索で、ラストスターズって入れてもらえれば、出てくると思いますんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。ちょっとチェックしてみてください。はい、であと、あ、はい、今日のライブ DVD、カウンターで、はい、今、ありがとうございます。はい、カウンターでね、今日録画されてるやつ、はい、販売の方も、1枚500円で、はい、売ってるみたいなんで、連絡先そちらのカウンターの方で書いてもらえたら郵送で送られてくるそうなんで、ぜひぜひお買い上げください。よろしくお願いします。で、他にもチャンボーイスター、そしてこの後やります、少年レジスターズの皆さんものも結構売られ
ありますので、こちらの方もちょっと見ていただいてよろしくお願いします。自分たちはちなみにないです。はい、次行きましょうか。はい、次行きますか。もうちょっとやらして、実は今日で卒業する中田くんに、みんなが黙ってたことがあります。はい。あれ、インフォメーションやっちゃダメ。二次会で、みんないないのに二次会でやるの。わかりませんけどね。それじゃあ、ちょっと知りたい方は俺に声かけてください。よろしくお願いします。はい、それじゃあ、残るところ3曲ですか。はい、3曲になりましたんで、この後、少年レジスタンスさん鳥見事にやってくれると思いますんで、ぜひぜひご期待ください。はい、で、今日お誘いいただいたチョイスさん、そしてピエやっていただいた宝子ども、吉田さん、ありがとうございます。はい、カウンターの皆さんもお疲れ様でございます。じゃあ、ちょっと雰囲気変えまして、このナンバー、ちょっと行きたいと思います。花。Thank you.
続いての曲、夕日いきます。
ありがとうございます。ラストスタート、今日の最後の曲やりたいと思いますけど、また機会があれば、ぜひ皆さんとお会いしたいので、ぜひぜひ見かけたら声かけてください。よろしくお願いします。本日最、ラストスタート最後の曲です。この後少年レジスタンスさん、出番、かっこいいライブ見せてくれると思うんで、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いします。じゃあ、最後、ちょっとこれ最近できた曲ですね。さっきの夕日も最近できた曲なんですけど、いきたいと思います。ハイブリッドランド。
世界征服しかありえない、子供の頃の俺の夢、世界征服しかありえなかった、子供の頃の俺の夢、小さな頃に憧れたスーパーマンじゃないかいと、どんな障害も乗り越えて世界征服成し遂げる、でっかい夢を持ち続け、もたれ死んでも構わない、夢を見てるこの時に俺は世界の王になる、夢のまた夢が青の鴨の卵となのか、この世界を手に入れて若笑いしてやろう、医者や弁護士や政治家や社長になると君は言う、笑われたって構わない、俺は世界の王になる、弱せてゆくことのない、子供の頃の俺の夢、可能性信じやすりしないぜ、子供の頃の俺の夢、色褪せてゆくこともない、子供の頃の俺の夢、可能性信じやすりしないで、子供の頃の俺の夢、幼な心に描いた青き最初の夢は、今もこの胸の中光輝き続けている、夢のまた夢が、愚か者のどこなのか、この世界を手に入れてまた笑いしてやろう、皆さんには今進むべき道が見えているでしょうか。不安や焦りや苛立ちの中で生きてはいませんか。赤ちゃんの頃、子供の頃、目の前に分かれ道があれば、ここへ行けば大丈夫や、ここへ行けばいいだろう、ここの方がいいんじゃないかという考えよりも、ここに行きたいという気持ちで道を選んだと思います。野菜チャンプルーとお菓子が目の前に置かれれば、栄養価やコレステロールなど考えずに、好きなこれが食べたいと言ってお菓子を選んだと思います。僕はこういう、こうすればよかった、ああすればいいんじゃないかという打算や考えを全部捨てて、行きたい道へここにいる皆さんと一緒に歩いていきたいと思います。真っ暗な闇の中を、君と二人歩き出す、月の光、波の音、怪しく光る道しる。
行ってみようか。うわっはっはっAlright! 今日もいつものエスケープ つまらねえ授業を飛び出して僕らの秘密のあの場所へ君と二人走り出す目の前に広がる青い海は果てなき自由への道しるべ記憶自由進化シュート荒れ狂う海であれ何か出かけるよう身につけた偽りの心を身につけて自分の道をただまっすぐに荒れ狂う海を行け大阪の秘密作戦会議張りたての火薬を詰め込んで静まる教室を投げ入れろ戦いの時が来た僕らの夢をあざける笑い押し殺す奴がいるだろうこの涙の意味も知らず笑う奴がいるだろうGive me my emotion, so no fear. Accrued power, so no pushing. High, strong, I'm turning on the fire. Angry voice, open. Yeah, yeah, yeah. After returning, I decided it was the目の前の敵を蹴散らして君を迎えに行こう夕焼け色に染まる僕らの心は今ああ熱く熱く強く燃える旅立ちの時が来た始まりの朝を告げる僕らの鼓動は今ああ激しく切なく空に響く僕ら今旅立とう野ざらし自転車に乗って行こうどこまでも雲間かす虹のただどこまでもどこまでも Yeah 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 yeahハンバーガーはお好きでしょうか。フライドポテトはお好きでしょうか。そうですか、大好きですか。はい、他何があるかな。そうだね、オレゴンさんのいちごをかけるヨーグルトは好きですか。懐かしいね。ポポロン、スポロン、スポロンでも踊ってあげようか。スーポロンとかあったよね。わかる、わからない。あそこ年代がバレるね。あ、ここにね、どうやら若い女の子がいっぱいいてね、おじさん、去年の12月に会ったんだよね。そしてね、今日会ったらびっくりした。成長してて、あんな可愛い子になって、はあ、小さい人の成長は早いよ。ちょっと暑いから脱いでいい？ごめん、暑いね。マリファナは好きですか。コカインは好きですか。ブッシュ大統領は好きですか。はっきり言って僕も嫌いです。ここにブッシュがいたら間違いなくこう言います。ヘイクリントン。ブラックだ。そんな感じの歌をぜひとも日本の政府に聞いていただくべく作ってまいりました。ホワイトシチュー。
サクソン大統領、俺のマグナムが火を吹くぜ。小さな島国吹き飛ばし、星印の旗で埋め尽くせ。オーケーラー、オーケーラー、見せかけだだけの共同で。オーケーラー、オーケーラー、力も許せ、力
川の秘密。皆さんはってなんかすごい距離があるんで、ちょっと慣れ慣れしく行ってみたいと思います。お前ら恋してるか？そうか、汚いな汚いな、仕切り直しします、この水はあれですね、霊源新たなかの富士山のそばで住んでる人が今頃あいつら水飲んでるかなと思って作られた水です。よく、あ、今花より団子見てますか？花より団子見てる人？はい。違う、最近見たよね、テレビつけたら花より団子のダイジェストをやってて、昼で興味ないのね、俺泣いちゃうみたいな、興味ないんだばって俺でダイジェスト見てたらなんかつくしが超可愛くなって最終回見てしまったわけ。どっちか俺の彼女泣きそうになってた松本潤見て、松本潤だっけ、あ、道明寺、あれテンパーすぎるよな恋ですね、恋はなぜ恋というか、まあ自分もよくわかんないんですけど、あの人のことを、好きな人のことを考えるだけで胸がドキドキします。それが恋です。僕は今メンバーに恋をしております。夜寝る前でメンバーと会って帰った後、常に携帯チェックして着信入ってないな5分に1回ぐらい見てます。それも恋だと思います何この顔自分もしてる。恋っていいな、いいよね、若いっていうね恋をすれば僕の鼓動はマグニチュード 8.2 並みにドキドキします。 M8.2風になびく君の髪、頬を伝うエピソード、夕焼け海岸線、完璧なシチュエーション、ロマンチックな歌を歌い、君に愛を告げよう、アナログなラブレター、明日には届くでしょう、君を迎えに行くよ、あいにくの雨だけど左肩が濡れないように、もっと僕に寄り添って、ちょっぴりお酒を飲んで、僕らのこれからを歌う、いつまでも終わらない歌でありますように。答えを増やす君に夢中さ、胸の動きを見せる初めて、おとといの面と変わってきたよ、行こう風に乗って、君とバイクにまたがってる、君をバックに記念した日々、君の笑顔に立ち、何気ない日君を傷つけちゃった、
誰よりも何よりも分かっていたはずなのに、当たり前の出来事がこんなにも愛おしい。夜明けなんか待てやしない、君に会いに行こう。いつも二人が踊って回ってた二人の恋が潰れている。お弁当を作っている君に褒めるけど、ありがとう。過ごすランチタイム、どこで広がられたのか、何気ない日々の仕草、僕も今日は愛しているといった僕に君の答えはホームラン。風になびく君の髪、頬を伝うエピソード、アナログなラブレター、明日には届くでしょう。ありがとう。中学校の頃、大事な人が遠くへ行ってしまいました。今も思うと悲しくはないけれど、少しばかり寂しいです。寂しくなるのは過去を思う時ばかり、悲しくなるのは明日を思えぬ弱さなりと僕が言いました。きっと今目を閉じれば会いたいあの人のぬくもりを感じられるはずです。この地球上どこにでも月の光は輝いているから、月光。ため息の空、Oh, my God.
デミグラスソースが好きな君をいつでも僕は思い出すだろう。永遠を信じて笑った君に夢の中会いに行くよ。最近どうなんて電話をしたいけどなんだか照れくさい。8日目の夜汗をかいた缶ジュースに切りしめ一人部屋の中回る。ふわふわ膨らむ僕の夢、君はいつでもそこにいて、未来をくれの愛の歌は騒ぎ出し七色の虹、弱気な僕らを包み込み、このまま宇宙の果てに行き、夢幻に時が難しくなってきたので T シャツを着たいと思います。あー恥ずかしい。ライブ告知をします。そこ MC の説明しないように、ライブ告知をします。僕ら人生日々ライブであります。明日も明後日も明後日もライブです。何があるかわからない、それが楽しいからやめられない。生きてるということはこんなにも素晴らしいってブルーハーツが言っておりました。俗がいるな。もっとじゃあちょっと変なこと言ってみようか。愛してるよ。 I love you ってやつ。いいんだそれは。いやダメか。じゃあ正解点は何だろう。今日はありがとうございます。何点？明日に希望があるでしょうか。明日を思うだけでワクワクするでしょうか。僕は昨日も那覇でライブでした。ライブ終わった後に松山に行ってきたんですが、まあワクワクしないと言ったらもうなんていうの、何が面白いのかわからなかったですね。友達のおごりで行ったんですけど、もう一人であのソファーに座って、ちょっと今きつい体勢やるからちょっと見といてよ。こうなってから、こうなってからずっと、あ、そうなんだ、そうなんだ、うん、みたいな。僕の居場所は向こうにありませんでした。僕の居場所はここにしかないということがはっきり分かりました。皆さん、これからも楽しく音楽を続けていきましょう。ミルキーウェイ。僕もこの胸を突きつけてく素敵な歌がある。今すぐ飛んで行くよ。君の元へ。
があれば、みんなと願い、みんな生きてる、爆発しそうなこの気持ち、眠れない夜を超える。初めての夜、初めての人、初恋の君に出会えた気分、新しい何かを始めるとき、なんだかとってもいい気分。みんなで触れたタイムカプセル、あの頃の僕のこの胸を突き抜けてく素敵な歌がある。今すぐ飛んで行くよ君の元へ。大人になってしまうけれど、それを願わない人もいるということです。夢を諦めるのが大人なら、僕は一生子供のまま。夢を諦めるのがいい子なら、僕は死ぬまでアホのまま。いつの日か出会えるはずさ、同じ気持ちで立ち上がる人。いつの日か見つかるはずさ、自分の生き道仲間たち。膝も首から南の島まで、全ての箱が立ち上がる。南の島の星空の下、僕と君が立ち上がる。この胸を突き抜けてく素敵な歌がある。今すぐ飛んで行くよ君の元へ。僕のこの胸を突き抜けてく素敵な歌がある。今すぐ飛んで行くよ君の元へ、君の元へ。ありがとう。